皆さんいかがお過ごしでしょうか。宇和島市市政広報番組ナビゲーターの宇和島ケーブルテレビ宇都宮あゆみです。今回は木造住宅の耐震化支援およびブロック塀等の除去支援について建築住宅課建築指導係稲田聡さんにお話をお伺いしたいと思います。稲田さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですが木造住宅の耐震化支援というのはどういうものなのか教えてください。はい、まずはこちらをご覧ください。近年日本では大きな地震が頻発しています。愛媛県地震被害想定調査結果によると宇和島市は南海トラフ巨大地震が起きた場合最大震度は7という被害が想定されている地域です。次のグラフをご覧ください。平成8年版警察白書によると阪神淡路大震災では死者の8割以上が家屋の倒壊が原因でお亡くなりになっています。特に昭和56年5月以前に建てられた木造住宅については現行の耐震基準を満たしていない可能性が高く大きな揺れの地震で倒壊してしまうことも考えられます。いずれ起きると考えられている南海トラフ巨大地震へ備えていくことで災害に強い街づくりを行い何よりも一番大切な命を守るために早めの対策を取っていく必要があります。はい、そこで宇和島市では平成31年4月から令和2年1月31日までの受付期間に昭和56年5月以前に建てられた木造住宅について耐震化の支援を行っています。ところで宇都宮さん、はい、耐震改修とはどのようなことか分かりますか。よく聞くんですが詳しくは知らないです。こちらの模型なんですけども、はい、小中学校の講座などでよく使ったりするんですが、はい、こちらの模型をですね少し揺らしていただいてよろしいでしょうか。はい、家の模型ですね。はい、結構これ2階部分から上がすごい揺れてます。そうですね、はい、地震があるとこのように住宅は揺れるんですけども、はい、ここにこの筋交いに見立てたちょっと紙をちょっと入れてみるんですが、はい、これでもう一度揺らしてみてください。はい、あ、すごい固まってますね。そうですね、家がすごい、はい、安定してます。はい、このように筋交いを入れて補強することを耐震化するというんですけども。はい、わかりました。では利用するにはどこでどのような手続きをすればいいんでしょうか。はい、まずは耐震診断です。耐震診断は派遣方式と補助方式を選択することができます。派遣方式では3000円から実施可能です。条件面など建築住宅課の窓口で事前相談をしてください。では次に耐震改修について教えてください。はい、耐震診断を行った後自宅をどのように耐震化するかを設計士さんに設計していただきいよいよ耐震改修工事を行います。現行の耐震基準への適合を目指す一般改修や現行の耐震基準の7割以上を目指す段階改修があります。また寝室など住まいの特定の部分だけでも崩れないようにする耐震シェルターを設置することも命を守るためには有効な方法の一つです。手続きについてはまず相談することが大切なんですね。はい、では申し込みを考えている方に注意してほしいことなどはありますか。はい、すでに着工済みの事業については補助の対象とならないのでそれぞれの事業に取り掛かる前に必ず手続きを行ってください。ではもう一つブロック塀等の除去支援について教えてください。はい、大阪北部地震の際には倒壊したブロック塀の下敷きになり登校中の小学生が亡くなるという痛ましい事故が起きました。過去の大きな地震の際にもこのような事故が多発しています。もちろんブロック塀の耐震基準も見直しされていますが私たちの生活する範囲にはまだまだ基準を満たさないブロック塀があるのが現実です。この事業はそのような耐震基準を満たしていないブロック塀を除却したり建て替えたりする費用を支援するものです。はい、どのようなブロック塀が対象になるんでしょうか。はい、こちらをご覧ください。ブロック塀等点検チェックポイントで一つでも当てはまれば倒壊の危険性があり補助の対象となる場合があります。では利用するにはどこでどのような手続きをすればいいんでしょうか。はい、
宇和島市役所6階建築住宅課の窓口で受付をしています。ただし設置場所や塀の種類によっては対象外となる場合がありますので事前相談をお願いします。こちらも手続きについてもまずは相談することが大切なんですね。では今回紹介していただいた支援なんですが、申し込みを考えている方に注意してほしいことなどはありますか？はい、本日紹介させていただいた支援はすべて先着順で受付をし、予算がなくなり次第終了します。期限内であっても早めにご相談ください。そういった点に気をつけていれば大丈夫ですね。では実際に耐震改修を行った住宅を訪ねてみたいと思います。では耐震改修を行った業者さんに話を聞いてみたいと思います。どのような工事をされたんでしょうか？こちらの住宅では耐震改修に合わせて間取りの変更とともに、台所、トイレ、浴室などの水回り設備のリノベーションも行いました。耐震改修では、基礎補強としてベタ基礎工事を行い、耐力壁の、補強として構造用合板を用いた、補強を施しました。はい、ありがとうございました。次に建築主さんへ支援制度を利用して耐震改修を行った感想などを聞きたいと思います。いかがですか？補助金をいただいて耐震改修が行えたことで他のリフォーム工事にお金を回すことができ非常に助かりました。また耐震工事ということで大地震に対する備えも非常に安心できるようになりました。はい、耐震改修を行うことで万が一の時にも家族を守れることにつながりそうですね。実際のお家を見せていただきました。自己負担は必要なんですが補助を上手に活用して住宅の耐震化やブロック塀の除去等を行うことでいつ起こるかわからない地震に備えることができ安心して過ごせるようになりますね。そうですね、繰り返しになりますが私たちの住む宇和島市は南海トラフ巨大地震で大きな被害が予測されている地域です。まずは自分の命を守ることが大事です。その方法の一つとして生活の場である居宅等を少しでも身を守りやすい環境にするためにぜひ活用してほしい制度だと思います。はい、今回は木造住宅の耐震化支援およびブロック塀等の除去支援について建築住宅課建築指導係稲田さんから教えていただきました。稲田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。